ただいま。うん。あ、親父、なんだよその猫。ああ、本堂の床下でミャーミャー鳴いておったのだ。かわいいな。そう思うか。ああ。そうか、それはよかった。でもなんか元気がねえなこの猫。怪我してるじゃねえか、かわいそうに。犬でもやられたのか。牛を、父はしばらく旅に出る、あとは頼んだぞ。へ、見たところ大した怪我でもなさそうだが、治療して面倒を見てやれ、よいな。親父、ちょっと待て。ま、しゃれか。はい、これでよしと。この情けないのは食ったのか。あーた、こら、気安く触んじゃねえよ。いいからそのままにしといてやれ。だってよ。おい、そんなところで寝るんじゃねえよ。寝かせてやれよ。何があったか知らねえがきっと疲れてんだぜ。ほら、学校が終わったらすぐに帰ってくるからな。いい子にしてろよ。ん？お前野良だろ。野良だったらいつまでも人間の世話になってんじゃねえぜ。自力で生きな、自力で。なんつってもわかるわけねえや。この箱の中に食い物があると思ったらろくなもんがねえんだから。ああもううるせえな。ほらこれでどうだ。ダメか。じゃあこれは、ほら、じゃあこれとこれなんだよ。俺、これはなんだよ。食えねってのか。お前な、チビのくせに贅沢ばっかり言ってるとこっちが食っちまうぞ。ほら、だから冗談だってば。猫が白菜なんか食うわけないだろ。今こういう便利なもんがあるんだよ。け、こんなものを嬉しそうに食うた猫も落ちたもんだぜ。じゃあ、あとは頼んだよ。ん？なんだよこいつは。そばにいてほしいんじゃねえか。食い終わるまで付き合ってやれよ。なんで俺がそこまでせにゃならんので。あら、ちょっと牛を。なんだってんだよ。これでどうだ。もう、はい。よし、もう大丈夫だな。
どこ？わかったろ？外には厄介なもんがいっぱいいるんだぜ。おめえがぼーっとしてやがるからいい機会だと思ったんだがな。ぼーっとしてたんじゃねえや。さっきあの猫そっくりな親子連れを見たんだ。もしかしたらと思ってよ。はあ、そりゃあいつだ。親が見つかったんだよ。そうか。へ、まったくあいつのおかげで夜もろくに眠れなかったからな。これでせいせいするわ。